いい。じゃあちょっといい。はい。ですか。じゃあ取ってもらって。はい。綺麗。綺麗になるかね。あ、綺麗です。あ、アルミ。表面になる。うん、綺麗です。逆に綺麗。綺麗な。綺麗ですよ。型磨いたんですよね。はい、一生懸命ね、はい。あ、でもあれだ。よく考えたらあれだ。塗装するためにはさ、うん、800万で削んなきゃいけない。嵐ちょっとちょっと洗う。でも綺麗。まあやっぱりあのアルミナの細かい粒とか、はい、あの1200ぐらいまではね、はい、かけたいはかけたいですけどね。はい、かけたいです。で、まあ、簡単に取っちゃいましたけど。すごい、すごい、すごいかね。ちょっと、はい、これ横から見るのはね、キラキラ、これどうすればいいんだろう。キラ、うん、逆になったからね。俺が撮ってたのにって。あー、すいません。いや、違う違う、そうじゃなくて。あー、すごい。いや、なんかキラキラ、キラっていう発見が。あ、キラ。だけどね、はい、焼いた時の反転面からするとこっちの方が、あの、表面が出てるんですよ。平滑面が。はい。こっちよりは。はい。だから、はい、結局、面自体のこの凹凸は、こちらの方がエポクシが一層乗ってるんで、ピカッと出てるんですよ。で、修理のしようがないんだよね。この鏡面とこの鏡面の違いが出ちゃう。磨いてもさ、やっぱ、これを、この面を、磨いて落としちゃうとこの面になっちゃうから、型修理をどうしてもしなきゃいけないんで、この面のレベルでダメだとなると、もうあのゲルコートをやっぱり仕上げのものにせざるを得ないと。であとは好きなだけあの時間があったら磨いたりなんかして。いい。ちょっといい。はい。ですか。じゃあ、取ってもらって。はい。綺麗になるかね。あ、綺麗です。あ、アルミ表面になる、うん、綺麗です。逆に綺麗な、綺麗ですよ、うん、型磨いたんですよね、はい、一生懸命ね、はい、あ、でもあれだ、よく考えたらあれだ、うん、塗装するためにはさ、うん、800万で削んなきゃいけない。嵐。ちょっと洗う。でも綺麗。まあやっぱりあのアルミナの細かい粒とか、はい、あの1200ぐらいまではね、はい、かけたいはかけたいですけどね。はい、かけたいです。で、まあ、簡単に取っちゃいましたけど。すごい、すごい、すごいかね。ちょっと、はい、これ横から見るのはね、キラ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 、これどうすればいいんだろう。キラ、うん、逆になったからね。俺が撮ってたのにって。あー、すいません。いや、違う違う、そうじゃなくて。あー、すごい。いや、なんかキラキラ、キラっていう発見が。あ、キラ。だけどね、はい、焼いた時の反転面からするとこっちの方が、あの、表面が出てるんですよ。平滑面が。はい。こっちよりは。はい。
だから、はい、結局面自体のこの凹凸はこちらの方がエポクシが一層乗ってるんでピカッと出てるんですよ。で修理のしようがないんだよね。この鏡面とこの鏡面の違いが出ちゃう。磨いてもさ、やっぱこれをこの面を磨いて落としちゃうとこの面になっちゃうから、型修理をどうしてもしなきゃいけないんで、この面のレベルでダメだとなると、もうゲルコートをやっぱり仕上げのものにせざるを得ないって。であとは好きなだけ時間があったら磨いたりなんかして。ですか。じゃあ取ってください。はい。綺麗になるかね。あ、綺麗です。ああ、アルミ表面になる。うん。綺麗です。逆に綺麗な。綺麗な。うん。型磨いたんですよね。はい。一生懸命ね。はい。あ、でもあれだ。よく考えたらあれだ。塗装するためにはさ、うん。800万で削んなきゃいけない。嵐。ちょっと洗う。綺麗。まあやっぱりアルミナの細かい粒とか、はい、1200ぐらいまではね、はい、かけたいですけどね。はい、かけたいです。で、まあ、簡単に取り入れましたけど、すごい。すごい。すごいかね。ちょっと、これ横から見ればね、キラキラキラ。これどうすればいいんだろう。キラ。逆になったからね。俺が撮ってたのにって。あー、すいません。違う違う、そうじゃなくて。あー、すごい。なんかキラっていう発見が。あ、キラ。だけどね、はい、焼いた時の反転面からするとこっちの方が鏡面が出てるんですよ。平滑面が。はい、こっちよりは、はい、だから、はい、結局面自体のこの凹凸はこちらの方がエポクシが一層乗ってるんでピカッと出てるんですよ。で修理のしようがないんだよね。この鏡面とこの鏡面の違いが出ちゃう。磨いてもさ、やっぱこれをこの面を磨いて落としちゃうとこの面になっちゃうから、型修理をどうしてもしなきゃいけないんで、この面のレベルでダメだとなると、もうゲルコートをやっぱり仕上げのものにせざるを得ないって。であとは好きなだけ時間があったら磨いたりなんかして。はい、いい。ですか。じゃあ取ってください。はい。綺麗になるかね。あ、綺麗です。あ、アルミ表面になる。うん。綺麗です。逆に綺麗な。綺麗ですね。うん。型磨いたんですよね。はい。一生懸命ね。はい。あ、でもあれだ。よく考えたらあれだ。塗装するためにはさ、うん。800万で削んなきゃいけない。嵐。ちょっと洗う。でも綺麗。まあやっぱり
あのアルミナの細かい粒とか、はい、あの1200ぐらいまではね、はい、かけたいはかけたいですけどね、はい、かけたいです。で、まあ、簡単に取り入れましたけど、すごいすごいすごいかね。横から見ればね、キラキラキラ、これどうすればいいんだろう。キラ、逆になったからね。僕が撮ってたのにって。あー、すみません。いや、違う違う、そうじゃなくて。ああ、すごい。いや、なんかキラキラ、キラっていう発言が。あ、キラ。だけどね、はい、焼いた時の反転面からするとこっちの方が、あの鏡面が出てるんですよ、平滑面が、はい、こっちよりは、はい、だから、はい、結局、面自体のこの凹凸は、こちらの方がエポクシが一層乗ってるんでピカッと出てるんですよ。で、修理のしようがないんだよね。この鏡面とこの鏡面の違いでしょ。磨いてもさ、やっぱこれをこの面を磨いて落としちゃうとこの面になっちゃうから、型修理をどうしてもしなきゃいけないんで、この面のレベルでダメだとなると、もうゲルコートをやっぱり仕上げのものにせざるを得ないって。で、あとは好きなだけ時間があったら磨いたりなんかして。いい、じゃあちょっといい、はい、ですか。じゃあ取ってもらって。綺麗になるかね。あ、綺麗です。あ、アルミ表面にある、うん、綺麗です。逆に綺麗な、綺麗ですよ。型磨いたんですよね、はい、一生懸命ね、はい、あ、でもあれだ、よく考えたらあれだ、塗装するためにはさ、うん、800万で削んなきゃいけない。素晴らしい。ちょっと洗って。でも綺麗。まあやっぱりアルミナの細かい粒とか、はい、1200ぐらいまではね、はい、かけたいはかけたいですけどね、はい、かけたいです。で、まあ、簡単に取り入れましたけど、すごいすごいすごいかね。ちょっと、これ横から見ればね、興味が出てますけど。キラキラキラ、キラ、これどうすればいいんだろう。キラ、逆になったからね。僕が撮ってたのにって。あー、すいません。いや、違う違う、そうじゃなくて。あー、すごい。いや、なんかキラキラ、キラっていう発言が。あ、キラ。だけどね、はい、焼いた時の反転面からするとこっちの方が、鏡面が出てるんですよ、平滑面が、はい、こっちよりは、はい、だから、はい、結局、面自体のこの凹凸は、こちらの方がエポクシが一層乗ってるんでピカッと出てるんですよ。で、修理のしようがないんだよね。この鏡面とこの鏡面の違いでしょ。磨いてもさ、やっぱこれをこの面を磨いて落としちゃうとこの面になっちゃうから、型修理をどうしてもしなきゃいけないんで、この面のレベルでダメだとなると、もうゲルコートをやっぱり仕上げのものにせざるを得ないって。で、あとは好きなだけ時間があったら磨いたりなんかして。いい、ちょっといい、はい、ですか。じゃあ、取ってください。
くすんだもん。綺麗。綺麗になるかね。あ、綺麗です。あ、アルミ。表面になる。うん。綺麗です。あれ？逆に綺麗。綺麗な。綺麗になった。うん。型磨いたんですよね。はい。一生懸命ね。はい。あ、でもあれだ。よく考えたらあれだ。塗装するためにはさ、うん。800万で削んなきゃいけない。嵐。ちょっと洗って。ああ、でも綺麗。まあやっぱりあのアルミナの細かい粒とか、はい、あの1200ぐらいまではね、はい、かけたいはかけたいですけどね。はい、かけたいです。で、まあ、簡単に取っちゃいましたけど。すごいかね。ちょっと何これ横から見るのはね、キラ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 、これどうすればいいんだろう。キラ、うん、逆になったからね。僕が撮ってたのにって。あー、すいません。いや、違う違う、そうじゃなくて。あー、すごい。いや、なんかキラキラキラっていう発言が。あ、キラだけどね、はい、焼いた時の反転面からするとこっちの方があの表面が出てるんですよ、平滑面が、はい、こっちよりは、はい、だから、はい、結局面自体のこの凹凸はこちらの方がエポクシが一層乗ってるんでピカッと出てるんですよ。で、修理のしようがないんだよね。この鏡面とこの鏡面の違いが出ちゃう。磨いてもさ、やっぱこれをこの面を磨いて落としちゃうとこの面になっちゃうから、型修理をどうしてもしなきゃいけないんで、この面のレベルでダメだとなると、もうゲルコートをやっぱり仕上げのものにせざるを得ないって。であとは好きなだけ時間があったら磨いたりなんかして。いい、ちょっといい、はい、いいですか。じゃあ、取ってもらえる。いきれいになるかね。あ、きれいです。あ、アルミ表面になる、うん、きれいです。あれ、逆にきれいな、うん、型磨いたんですよね、はい、一生懸命ね、はい、あ、でもあれだ、よく考えたらあれだ、うん、塗装するためにはさ、うん、800万で削んなきゃいけない。嵐。ちょっと洗って。あ、でも綺麗。まあやっぱりアルミナの細かい粒とか、はい、1200ぐらいまではね、はい、かけたいはかけたいですけどね。はい、かけたいです。で、まあ、簡単に取っちゃいましたけど。すごいかね。ちょっと何これ、横から見るのはね、キラ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 、これどうすればいいんだろう。キラ、うん、逆になったからね。僕が撮ってたのにって。あー、すいません。いや、違う違う、そうじゃなくて。あー、すごい。いや、なんかキラキラキラっていう発言が。あ、キラだけどね、はい、焼いた時の反転面からするとこっちの方が鏡面が出てるんですよ、平滑面が、はい、こっちよりは、はい、だから、はい、結局面自体のこの凹凸はこちらの方がエポクシが一層乗ってるんでピカッと出てるんですよ。で、修理のしようがないんだよね。この鏡面とこの鏡面の違いが出ちゃう。磨いてもさ、やっぱこれをこの面を磨いて落としちゃうとこの面になっちゃうから、
型修理をどうしてもしなきゃいけないんで、この面のレベルでダメだとなると、もうあのゲルコートをやっぱり仕上げのものにせざるを得ないと。であとは好きなだけあの時間があったら磨いたりなんかして、はい、いいですか、ちょっといい、はい、ですか、じゃあ取ってください。綺麗になるかね。あ、綺麗です。ああ、アルミ表面になる。綺麗です。逆に綺麗な。綺麗です。型磨いたんですよね。はい、一生懸命ね。はい、あ、でもあれだ。よく考えたらあれだ。塗装するためにはさ、800万で削んなきゃいけない。嵐。ちょっと洗う。でも綺麗。まあやっぱりあのアルミナの細かい粒とか、はい、あの1200ぐらいまではね、はい、かけたいはかけたいですけどね。はい、かけたいです。で、まあ、簡単に取り入れましたけど。すごい。すごいかね。ちょっと、これ横から見ればね、表面出てますけど。キラ。これどうすればいいんだろう。キラ。逆になったからね。俺が撮ってたのにって。ああ、すいません。いや、違う、そうじゃなくて。ああ、すごい。いや、なんかキラっていう発見が。あ、キラ。だけどね、はい、焼いた時の反転面からすると。こっちの方が、あの鏡面が出てるんですよ、平滑面が、はい、こっちよりは、はい、だから、はい、結局、面自体のこの凹凸は、こちらの方がエポクシが一層乗ってるんでピカッと出てるんですよ。で修理のしようがないんだよね、この鏡面とこの鏡面の違いが出ちゃう。磨いてもさ、やっぱこれをこの面を磨いて落としちゃうとこの面になっちゃうから、型修理をどうしてもしなきゃいけないんで、この面のレベルでダメだとなると、もうあのゲルコートをやっぱり仕上げのものにせざるを得ないと。であとは好きなだけあの時間があったら磨いたりなんかして、はい、ちょっといい、はい、ですか、じゃあ取っててください。綺麗になるかね。あ、綺麗です。ああ、アルミ表面になる。綺麗です。綺麗。型磨いたんですよね。はい、一生懸命ね。はい、あ、でもあれだ。よく考えたらあれだ。塗装するためにはさ、800万で削んなきゃいけない。嵐。ちょっと洗う。ああ、でも綺麗。まあやっぱりあのアルミナの細かい粒とか、はい、あの1200ぐらいまではね、はい、かけたいはかけたいですけどね、はい、かけたいです。で、まあ、簡単に取り入れましたけど、すごいすごいかね。横から見ればね、表面出てますけど。
キラキラキラ、これどうすればいいんだろう。キラ、うん、逆になったからね。俺が撮ってたのにって。あーすいません。いや違う違う、そうじゃなくて。あーすごい。いやなんかキラキラ、キラっていう発言が。あ、キラ。だけどね、はい、焼いた時の反転面からするとこっちの方が鏡面が出てるんです。平滑面が、はい、こっちよりは、はい、だから、はい、結局面自体のこの凹凸はこちらの方がエポクシが一層乗ってるんでピカッと出てるんですよ。で修理のしようがないんだよね。この鏡面とこの鏡面の違いだけでしょ。磨いてもさ、やっぱこれをこの面を磨いて落としちゃうとこの面になっちゃうから、型修理をどうしてもしなきゃいけないんで、この面のレベルでダメだとなるともうゲルコートをやっぱり仕上げのものにせざるを得ないと。であとは好きなだけ時間があったら磨いたりなんかして。いい、じゃあちょっといい、はい、ですか。じゃあ取っておくなるかね。あー綺麗です。あアルミ鏡面になる、うん、綺麗です。逆に綺麗な、綺麗ですよ、うん、型磨いたんですよね、はい、一生懸命ね、はい、あでもあれだ、よく考えたらあれだ、塗装するためにはさ、うん、800万で削んなきゃいけない。素晴らしい。ちょっと洗う。でも綺麗。まあやっぱりアルミナの細かい粒とか、はい、1200ぐらいまではね、はい、かけたいはかけたいですけどね。はい、かけたいです。で、まあ、簡単に取っちゃいましたけど、すごいすごいすごいかね。これ横から見ればね、キラ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 、これどうすればいいんだろう。キラ、うん、逆になったからね。俺が撮ってたのにって。あーすいません。いや違う違う、そうじゃなくて。あーすごい。いやなんかキラキラ、キラっていう発言が。あキラ。だけどね、はい、焼いた時の反転面からするとこっちの方が鏡面が出てるんです。平滑面が、はい、こっちよりは、はい、だから、はい、結局面自体のこの凹凸はこちらの方がエポクシが一層乗ってるんでピカッと出てるんですよ。で修理のしようがないんだよね。この鏡面とこの鏡面の違いだけでしょ。磨いてもさ、やっぱこれをこの面を磨いて落としちゃうとこの面になっちゃうから、型修理をどうしてもしなきゃいけないんで、この面のレベルでダメだとなるともうゲルコートをやっぱり仕上げのものにせざるを得ないと。であとは好きなだけ時間があったら磨いたりなんかして。きれい。くすんだもん。きれい。きれいになるかね。あ、きれいです。あ、アルミ。鏡面になる、うん、綺麗です。あれ逆に
肩を磨いたんですよね、はい、一生懸命ね、はい、あ、でもあれだ、よく考えたらあれだ、塗装するためにはさ、800万で削んなきゃいけない、嵐ちょっと洗う、でも綺麗、まあやっぱりあのアルミナの細かい粒とか、はい、あの1200ぐらいまではね、はい、かけたいはかけたいですけどね、はい、かけたいです。で、まあ、簡単に取り入れましたけど、すごいすごいすごいかね、横から見るのはね、キラキラ、これどうすればいいんだろう、キラ、逆になったからね、僕が撮ってたのにって、あーすいません、いや違う違う、そうじゃなくて、あーすごい、いやなんかキラっていう発言なんですけど、あ、キラだけどね、はい、焼いた時の反転面からするとこっちの方があの鏡面が出てるんです、平滑面が、はい、こっちよりは、はい、だから、はい、結局面自体のこの凹凸はこちらの方がエポクシが一層乗ってるんでピカッと出てるんですよ。で修理のしようがないんだよね、この鏡面とこの鏡面の違いが出ちゃう、磨いてもさやっぱこれをこの面を磨いて落としちゃうとこの面になっちゃうから、型修理をどうしてもしなきゃいけないんで、この面のレベルでダメだとなるともうゲルコートをやっぱり仕上げのものにせざるを得ないと。であとは好きなだけ時間があったら磨いたりなんかして、はい、いいですか、ちょっといい、はい、いいですか、じゃあ取ってますね、綺麗になるかね、あー綺麗です、あーアルミ鏡面になる、うん、綺麗です、あれ逆に綺麗な、うん、肩磨いたんですよね、はい、一生懸命ね、はい、あ、でもあれだ、よく考えたらあれだ、塗装するためにはさ、うん、800万で削んなきゃいけない、嵐、ちょっと洗う、あでも綺麗、まあやっぱりアルミナの細かい粒とか、はい、1200ぐらいまではね、はい、かけたいはかけたいですけどね、はい、かけたいです、で、まあ、簡単に取り入れちゃいましたけど、すごいすごいかね、ちょっと、これ横から見るのはね、キラキラ、これどうすればいいんだろう、キラ、逆になったからね、僕が撮ってたのにって、あすいません、いや違う違う、そうじゃなくて、あすごい、いやなんかキラっていう発言なんですけど、だけどね、はい、焼いた時の反転面からするとこっちの方が鏡面が出てるんです、平滑面が、はい、こっちよりは、はい、だから、はい、結局面自体のこの凹凸はこちらの方がエポクシが一層乗ってるんでピカッと出てるんですよ。で修理のしようがないんだよね、この鏡面とこの鏡面の違いが出ちゃう、磨いてもさやっぱこれをこの面を磨いて落としちゃうとこの面になっちゃうから、型修理をどうしてもしなきゃいけないんで、この面のレベルでダメだとなるともうゲルコートをやっぱり仕上げのものにせざるを得ないって。
で、あとは好きなだけ、あの時間があったら磨いたりなんかして。